どうか今日あなたの御心を教えてください。この辺でしょうか。パッと開いて、弟は出て行って湯水のように財産を使い果たしてしまった。あ、なんか変なとこ開いちゃったな。もう一回ここかな。開いたら、あなたも行って同じようにしなさい。私が湯水のように財産を使うことが神の御心なのかなどというような導き方は絶対にしません。皆さんこんにちは、松本明弘です。今週は神の御心を求めるということについてご一緒に考えています。前回は大切な場面で神の御心を求めなかったために悲惨な人生の末路をたどったアブラハムの甥のロトという人物について学びました。先週の質問コーナーにおいてその答えの中で簡単にお返事したんですけれども、私たちが神の御心を求めるための4つの一般原則というものがあります。そしてその原則に入る前にまず大前提となる言葉に注目をしたいと思います。それはピリピリトへの手紙の2章13節、こういう言葉ですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神様は私たちの内側に志を与えてくださるというのですね。私たちが御心を求めるという時の前提として、まず自分の心の中にこれをしたい、これをしたらいいんじゃないだろうかっていう思いが与えられるわけですけれども、しかしそれが本当に神からのものであるのか、自分の独りよがりな思いであるのか、それとももしかしたらサタンからの思いであるのかということをきちんと見分けなければならない。そのための4つの一般原則、第1は聖書の言葉による促しですね。聖書は神の言葉ですから、神様は聖書が禁じていることをしなさいなどという方ではありません。聖書の中に神の御心が示されているんですけれども、しかし気をつけなければならないのは、聖書の言葉という時に私たちは文脈の中でどういう意味でこの言葉が語られているのかということを正しく判断しなければならないということですね。ある人が、神様あなたの言葉に従いたいです、どうか今日あなたの御心を教えてください、この辺でしょうか、パッと開いて、主の命令に従えばあなたは祝福される。ああそうですよね、今日あなたの命令に従いたいです、どうかあなたの命令を教えてください、この辺でしょうか、パッと開いて、弟は出て行って湯水のように財産を使い果たしてしまった。あ、なんか変なとこ開いちゃったな。もう一回ここかな。開いたら、あなたも行って同じようにしなさい。私が湯水のように財産を使うことが神の御心なのかなどというような導き方は絶対にしません。聖書はそういうおみくじのような読み方をしてはなりません。よく言われますね、聖書は神様からのラブレター、ラブレター読むときにパッと3枚目からパッと5枚目から読む人はいないわけです。そこには文脈というものがあるんですから、その文脈の中でこの言葉は何を意味しているのかということをきちんと判断しなければならないわけですね。時々どういう教会に行ったらいいですかという質問も受けます。お昼ご飯が出る教会がいいでしょうかとかね、子供がたくさんいてにぎやかな教会がいいでしょうか。もちろんそれも素晴らしいことです。でも私が心からお勧めすることは、聖書を正しく文脈通りに教えてくれる教会に行くということです。それがあなたのこれからの人生の祝福につながるからですね。でもさらにこういう質問を受けます。でもこの教会が聖書を正しく教えてくれている教会であるかどうかということをどうすれば見分けることができるんですか。
まあ一つの簡単な方法はね、その教会の方にこの教会ではどうすれば救われると教えているんですかとお聞きになることかなと思います。何週間か前に学んだ救済論ですね。ここに対する正しい理解を持ってなければ難しいと思いますね。例えばそういう質問をした時に、献金たくさんしたら救われますよって言われたら、そういう教会には絶対に行かない方がいいと思います。奉仕を頑張ったら救われますよって言われたら、そういう教会には行かない方がいいと思います。私たちは信仰によって救われる、福音の三要素を信じることによって救われるからですね。さあ、神の御心を求める一般原則第一は聖書の言葉による促しでしたけれども、第二は祈りの中の平安です。もしそれが神の御心であるならば、人間的には難しく見えても祈れば祈るほどに平安が与えられる。しかし御心でなければ、人間的にはそっちが良さそうに見えるんだけれども、祈れば祈るほど不安になる。確かにそういうことがあるなと思いますね。3番目はですね、環境の中のゴーサインを求めるということです。神様は摂理の中で働かれる方ですから、これがあなたの御心であれば、どうか私にも分かるような形でそれを示してくださいと祈ることはよろしいと思います。そして4番目は信頼できる信仰の友の助言ですね。大切なのは信頼できる人でなければなりません。いろんな人がいろんなことを言いますから、無責任な助言をする人もいます。本当にこの人は信頼できると思う人に聞くこと、今自分が求めていることが独りよがりな結果にならないためには、そのような信仰の友の助言に耳を傾けることができるという、聞く耳を持つということが必要であると思います。という前提をもとに次の段階に進みたいんですが、前回は御心を求めなかったロトについて話したんですが、今日と次回は正しく神の御心を求めた人を通して学びたいと思います。その人のことは創世記の24章に出てきます。名前も登場しないアブラハムが最も信頼したしもべと出てきますね。もしかすると創世記15章に登場したエリエゼルである可能性は高いと思いますが、彼は忠実なしもべ、しもべの鏡ですね。この24章を概要欄に貼っておきますので、ぜひお読みになっていただきたいと思いますけれども、この時アブラハムは140歳、そして3年前に妻のサラを天に見送った。彼には40歳になる息子イサクが与えられている。そしてアブラハム契約を継承するのはこのイサクであり、イサクを通して空の星ほどの多くの民族が生まれるんだという神様の約束はあるんだけれども、イサクはまだ結婚していない。ですからアブラハムの次の願いは、このイサクの結婚を見届け、彼らから生まれる孫を見届けるということが彼の願いであったということは言うまでもないと思います。アブラハムは結局175歳まで生きますので、この140歳の時にイサクは結婚し、20年間子供が与えられなかったんですが、アブラハムが160歳、イサクが60歳の時にヤコブとエサウという孫が与えられ、そしてアブラハムはこの2人の孫と15年間共存することができたわけなんですけども、アブラハムは1代目ですね。彼は道なきところに道を作っていく人ですけれども、イサクって2代目、少しのんびりしてますね。そして神様からの恵みを本当にただ受け取って感謝して歩いているというタイプの人であります。あんまり焦りがありません。
アブラハムの方が焦りまして、そしてしかし今彼らが住んでいるこのカナンの地を見渡しますと、まことの神を信じている女性はそこにはいない。このアブラハム契約を継承する家系にとっては、まことの神を信じている人でなければならない。そう思ってですね、この一番信頼しているしもべを自分の親族のいるアラムナハラインというところに派遣するんです。そこに行ってイサクの嫁探しをしてくれというお願いをするんですね。これを頼まれたしもべにとっては重大なミッションであります。このアブラハム契約の将来がかかっているようなミッションなんですけれども、それでまずこのしもべは、ではどういう条件で探したらいいですかっていうことをアブラハムに真剣に聞くんですね。アブラハムはこのカナンの地からイサクの嫁を見つけてはいけない、あのアラムナハラインまで行ってくれ、そしてそこにおいてイサクの嫁となる人物を探してきてくれ。そしてそのしもべはアブラハムに聞きます。わかりました、ご主人様、私が仮にその女性を見つけたとします。そしてその女性がイサクさんと結婚することを承認してくれたとします。しかしその娘さんが、でも私そんなカナンの地なんて行きたくないの、そんなに私と結婚したいんだったらイサクさんがこっちに来ればいいじゃないって言われた時には、イサクを向こうに連れて行っていいですかって聞くんです。そうするとアブラハムは、ならぬと、私たちの将来はこのカナンの地にあるのだから、ここからイサクが出るということは絶対にあってはならない。もしその女性がそういうふうに主張するのであるならば、しもべよ、あなたはこの任務から解かれる、だから安心しなさい、でもきっと神が御使いをあなたに使わして、必ずこの旅を成功させてくださると私は信じていると、アブラハムは言った。さあ、先ほど申し上げた神の御心を求めるための一般原則の第一、聖書の言葉の促しと言いましたけども、このしもべにとって私たちの聖書の御言葉に相当する権威のある言葉はアブラハムの言葉なんです。だからこのアブラハムの言葉から右にも左にもそれてはいけない、この言葉の範囲内で見つけなければならないんですね。このアラムナハライムっていうのは遠いんです。720キロも離れてるんです。東京岡山県ぐらいですね。今だったら山陽新幹線ですぐに行けるんですが、当時はラクダに乗って1日40キロ進んで18日かかるような道のりなんです。もし彼が忠実なしもべでなければ、途中でいやーそんな遠くまで行きたくない、ここにもいい娘さんたちたくさんいるじゃないか、この人連れてきましたって帰ろうかな、なんていうふうに彼は考えなかった。このアブラハムの言葉から右にも左にもそれないという気持ちで彼は言った。それは私たちが聖書の言葉に対して忠実であろうという姿勢に似ているなと思いますね。彼は10頭のラクダを引き連れて、そこに花嫁料とまた向こうのお宅に対するたくさんのお土産物を積んで出かけました。ですから彼はまず第一に、私たちにとっての聖書の言葉の促し、彼にとってのアブラハムの言葉に忠実であったわけですね。2番目は祈りの中の平安ですね。18日かかるわけです。その旅をしながら最初は不安だったかもしれない、でも毎日毎日祈りながら進む中で、絶対神様はこのミッションを成功させてくださるという平安が彼の内側に起こされたのではないかなと思います。そしてついにアラムナハライムに到着します。到着した時に彼はまずどこに行くか、町の外の井戸のそばにラクダを伏させたと書かれています。まあもちろんラクダに水を飲ませる必要もあったんだけども、今私は何をしに来たのかといえば、イサクのお嫁さんを探しに来た、娘さんを探しに来た、その娘さんが当然集まるであろうところは井戸ですよね。昔は井戸がですね、出会いの場だったんです。コミュニケーションの場だったんです。井戸端会議ってのがあるぐらいで、そこで噂がパーッと広がるようなことがあったわけですね。ですからイサクのお嫁さんを探すのに井戸というのはふさわしい場所でありました。
実際聖書の中にはこの場面以外にも井戸で結婚相手と出会ったという事例が2つありますね。イサクの息子のヤコブとラケルの出会い、そしてあのモーセと妻チッポラとの出会いも井戸のそばでありました。さあこの井戸まで来たところでアブラハムのしもべは祈るんです。これまでも祈ったと思いますけれども、この時はまた真剣に祈りましたね。24章12節にこう書いてあります。そうして言った、私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。本当にこの人って忠実なしもべだなと思うんだけども、このミッションが成功して私の報酬が多くなるように、うまくいくようにしてくださいじゃなくて、とにかく主人の祝福を心から願っている人だなということがこの辺の祈りからも伺い知れると思います。そしてこの時に彼は一般的な祈りをしただけではなくて大胆な祈りをするんですね。それが3番目の環境の印を求めるということにつながるんですけれども、こういう祈りです。神様、今私は井戸のほとりにおります。そして今夕方ですから、あちこちから娘さんたちが水を汲みにやってきます。その中で私がこの人はふさわしいのではないかなと思う人に声をかけます。しかしそれが私の勝手な独りよがりでないために、あなたの御心であるならば私にも分かる印を与えてください。私はその娘さんに対して、娘さんすいませんが、この年寄りに水をいっぱい飲ませてくれませんかとお願いします。もしその時に、まあ3通りの可能性がありますよね。1番目の可能性は、水ぐらい自分で飲んだらと言われたらもう問題外です。そういう人はイサクのお嫁さんとしてふさわしくありません。はい、よろしいですよ、さあどうぞお飲みくださいと水を汲んでくれたら、これは普通の女性です。しかしイサクのお嫁さんになる人は普通であってはならない。私がそのようにお願いしたら、はい、もちろんどうぞと私に飲ませてくれるばかりか、ちらっと私の横にいるこの10頭のラクダを見て、ああラクダも喉が渇いてるようですね、私がこのラクダに水を飲ませてあげましょうと言ってくれたら、その人こそイサクのお嫁さんとしてふさわしい方であると私は知ることができますという大胆な祈りをしたんです。さあこの続きがどうなるか、それは次回お話ししたいと思います。ありがとうございました。